南仏スローガンスからお届けしています。今日はね、フランス人の長いバカンスについてお話しさせていただきます。自転車でもうそのままこう山のことまで行って、なぜあのビキニなのかトップレスなのか、私も最近分かってきたんですけど、なぜならばとってもびっくりするんですけど、1ヶ月も夏のバカンスがあるわけですよ。で、我々からするとお盆の、あのバカンスしかないじゃないですか。バカンス、そう、1週間ぐらいですか、マックス10日ぐらい。1ヶ月のバカンスのバカンスをどんな風に、退屈じゃないのこんなに長くてって思うじゃないですか。どうやって過ごしてるのかなっていうことで、まずね、子供はもちろんですけど大人もちゃんと1ヶ月のバカンスがあります。で、それでどこに行くか、どこに行くかってことなんだけど、みんなね、あのフランスに、パリに住んでるね、北の方に住んでる人たちは太陽のある南南仏プロヴァンスの方にみんなこう下ってくるわけですよ。日本でいうとね、東京の人がね、沖縄に行くようなもんです。みんな、ね、都会の人たちが沖縄とかやっぱり緑があったり海があったりすごく綺麗なところに行きたくなりますよね。で、それと同じでパリに住んでるパリちゃんたちがみんな南仏に向かって、それも車で、飛行機じゃないですよ、車でね、何時間も何時間も、まあ9時間から10時間かかるんですけど、まあ、ほとんどの方が車でファミリーで下っていくんですよ。すごいでしょ。1ヶ月もホテルに泊まったらお金がなくなっちゃうじゃないですか。で、大体ね、親戚の家に住んだりとか、もう家を丸ごとね借りたりするシステムがあって、1ヶ月貸してくださったり、1週間単位で貸してくださったりするようなところがフランスの中にはいろいろとあるんですけど、多分日本人の方が思ってるほど高くないです。そういうところを借りて、もうベッドもそのままついてるし、キッチンも全部豊富なナイフ、コーヒーのマシーン、なんかとにかく炊飯器はないけど、あのいろんなものがあのもうそのままお借りできるような状況、家丸ごとねついてるわけですよ。プールもあったり、まあ、そういうところに皆さん、そうね、3週間4週間、だいたい7月 の、 あの半ばぐらいから8月の後半ぐらいまで皆さんやお休みをね、あの取ってあの過ごされますよね。まさか1ヶ月もね、あのフランスに休みがあって、なんで日本には1ヶ月休みがじゃないのって思っちゃうんだけど、それはバカンス制度っていうのがフランスにあるからなんですよ。で、バカンス制度って何の話なんだけど、1ヶ月何か月お休みでもちゃんと給料もらえるんですよ。フランスは5週間 の、 あの有給がいただけるんですね、バカンスを別にですよ。だから、あのバカンスにくっつけたりとかして、よりバカンスを長く2ヶ月取る方もいらっしゃるし、あの、まあ、いろいろなんですけど、もう皆さん本当にフランスのパリは空っぽになります。8月はパリじゃいない、みんな車での下の南仏の方に行っちゃうので、あのそれもすごいなと思うのは、国内でもねちゃんと過ごすんですね。海外にも行かれる方があのいらっしゃいますけど、ほとんどの方が需要が国内、自然の中です。畑が見えるところだったりとか、あの山が見えるところだったりとか、海が見えるところだったりとか、毎日海に入っているんですよ、それが。はい、で、どんな格好してるかというと、こちらはもちろんね、水着ですよ。ビキニです。ビキニ。ビキニはまだいい方です。トップレスの方もいるし、まあ、ヌードビーチっていうのもあれば、ヌードでいらっしゃる方もいるんですけど、私も最初ね、ビキニでさえもう恥ずかしいって、ね、思うじゃないですか、日本人の我々からすると。なぜあのビキニなのかトップレスなのかが私も最近分かってきたんですけど、なぜならば綺麗なために、だってビキニを着てたらビキニの型がついちゃうんだもん。だから全部綺麗にブラウンで焦げ茶色にね、あのブロンズカラーに焼けたいがために、要はビキニを着ないんです。だからトップレスも多いんだと思います、ここは。でね、すごいなと思うのは、海に行ってる時はもちろんビキニ着るんだけど、例えば午前中海に入りました、そしてお昼になったらランチタイムがあるでしょ、でみんなご飯食べに行く時に、あの水着のまま行かないんですよ。その上にショートパンツなんても履かないんですね。ちゃんとサンドレ
レス、ワンピース、例えばパレオをすごいこう上手にワンピースに作って、B さんじゃなくて、ヒールに履き替えて、ちゃんとランチにみんな行かれるの。私それ見て本当に、なんていうのかな、このバカンスのビーチスタイルもエレガントなんだなって思ったことがありますけど、なんせね、3枚ぐらい水着持っていくんですよ、海に、まあ最低2枚ね。なぜならば、午前の部と午後の部があって、泳ぎがね、午前中に泳ぐじゃない、あの水着濡れちゃうでしょ。そしたらその水着を脱いで、あのランチに行くんだから、脱いでランチに行ってお食事をして、そしたら今度午後新しい水着に着替えて始まるわけですよ。だから起きないですよね。ほんとびっくりするんだけど、40、50代は当たり前、60、70、80、90の人までバカンスでビキニ着て海で泳いでるんですよ。私もなんか自分が20代の時に、もう私は焼いたらね、シワにもなるしシミにもなるし、どん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 老けていくんだなって、焼くってことはって思っていて、まあ30になったらもう水着なんか着ないんだろうな人生でと思って、水着は全部捨てちゃったんですね。それで今50過ぎてバカンスに行くと、もう当たり前のように毎年毎年まるで服を買うようにビキニを必ず買うんですよ、私でさえも。で、驚くことに浜辺を見てたら、もうシワシワなんだけど、シワシワですよ、この辺はシワシワになってるね、シワシワなんだけど、もう真っ黒にブロンズ色にね、顔中全部焼けて、ジェリーちゃんとこうしてね、海なのにビキニに、でビキニ着てね、ちょっとパレをキュッと巻いてね、そんな姿でね、またね、砂浜で猫ランクで焼いてるわけですよ、裏表、裏焼いたら表、表焼いたら裏、そしたら熱くなったら海に入る、海で沈まって体が冷たくなったらまた焼いて乾くまで焼く、本当にお魚のようだなと思って私いつも見てるんだけど、それが90代のおばあちゃま、おじいちゃままでそうしてるってすごいな、本当に私ね、それ感動しました。ブロンズ色はリッチな証、白は病弱で、リッチじゃないって言ったら変なんだけど、こちらではそうなんですよ。なんでかわいそうな焼かないの、病弱じゃないのって、本当に病気みたいに見えるから、健康的なマットだからの方が素敵じゃないって、ましてブロンズカラーの方がいいじゃないってよく私も言われたんですけど、要はバカンスによく行ってるリッチな証拠なんですね、なんかこっちで、かつ健康的にもちろん見えるし、ショッキングだったのが、日本は白くなるためのサプリとかあるじゃない、なんかこちらはびっくりしたことに、バカンスせっかく行って黒くなったから、黒をキープするサプリってあるんですよ。そう、ブロンズ色をキープするサプリ、私はそれをね聞いた時は本当にびっくりしましたけど、なんかそうなのでさえ言ってます。こちらはすごいのがね、私はびっくりしたのが、仕事をしても持ってない人たちね、もうバカンスになるんですよ。どういうことみたいな感じ、お金持ってなくてどうしてバカンス行くの、行けるのって思うんだけど、皆さんそれなりにバカンスの仕方があって、山と海行ってたら、海で魚のように焼くだけだったらお金いらないですよね。あとビール1本買ってね、家でご飯作っていつもと同じような生活されるんで、そんなにお金はかからないんですよ。山はね、山登りしたりするんですよ。今日もね、すごいなと思ったら、普通のなんかサイクリングの自転車じゃなくって、もうタイヤがこんなに太い自転車に乗ってね、夫婦2人で、それもかなりの多分60代ぐらいの方じゃなかったかな、若くないですよそんなに。でもすごい筋肉ムキムキで、2人ともショートパンツ履いて、すごいリュックサクションって、自転車にも後ろは大荷物ぐるぐる巻きにしてね、自転車でもうそのままこうなんか山のふもとまで行って山に登ったりとかしているんだなっていうのが、見てあからさまに分かるようなバカンスの仕方をしている方に今日会いましたよ。キャンプセットを持っていて、でそれを持っては山にひたすら登る。私もピレネー山脈に登ったことがあるんですけど、ひたすら毎日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 ピレネー山脈に登るんですよ。ワインってボトルをコップはないからガム飲みみたいな感じですけど、本当にだから川のほとりで体洗って、本当にソバージュな生活です。皆さんそういう感じでされてます、普通に。日本のような綺麗なキャンプ場には行かないんです、作られた。そん
これはなんか面白いなって、私も案外綺麗に、生活してるように見えますけど、かなりこういうソバイルな生活してます。だから同じ人がいないんですよ。同じようにみんなバカンスを過ごしてるわけじゃないので、みんなまちまちな遊び方がある、人生だから、ショッピングをしてる人はそんなにないしね。とお金使っちゃうじゃないですか。で子供たちがいて家族がいてだと、やっぱりなんかやっぱ節約しながら楽しいことっていう風にやっぱりちゃんとみんな考えてますよね。だからね、本当に自然と戯れてるっていう姿を見て、こうやって遊んでるのね、ああやって遊んでるのねって、私はなんかそれウォッチングするだけでも楽しいなっていう感じ。1ヶ月のリラックスの仕方があってね、1週間目は仕事が終わったばっかりだからまず体を休めましょう。2週間目はそろそろ外に出てちょっといろいろアクティブにやってみましょう、外に出ましょうみたいな。3週間目はもっと、もう最後の週に近くなるから外にもっと出て、ソワレも出て、夜もね、謳歌しましょうみたいな。で、40日目は仕事が始まるからもう、ね、もう仕事が始まっちゃうから体を休めながら遊ぼう、結局全部遊ぼうじゃないのみたいな私から言わせるとね、なんかそうやって聞いたことがあります周りの人たちもバカンスの終わりかけの最後の1週間4週目は、あーもうバカンスが終わる、帰りたくないパリにってみんな言ってます。仕事はしたくないと思う、みんな。だけどみんな自分の好きな仕事をしてる人が多いから、戻れるんじゃないかなと思います。仕事ばかりしてるのがナンセンスっていう風に思えるぐらい、こちらの方たちは仕事をしない、仕事は後回